京タワーだ。任せてくれ、大輔さん。リュウパン！みんなが僕たちを頼りにしている。期待に応えなければ。あいつ、死にたいのか？ここは危険です。離れてください。話ができる。話せるのか？人工知能に違いない。メモだ、メモ。もちろん話せますよ。僕は機械じゃないからね。つまり、あんたはロボットじゃないのか？へえ、それはなぜ？生身の人間がロボットを操縦しているなら別の呼び方が必要だろう。マシン、乗り物、なんて呼ぶべきか。グレンダイザーはどうです？いまいちだな。もっと一発で覚えられるようなやつが。スーパーロボットとかさ。早くここから離れてもらいたいんですがね。死んだらスーパーロボットも描けませんよ。わかってる。あと一つスケッチしたら、ピリピリムードだ。選択の余地はないな。行こう、大輔さん。待て！スペイザーゴー！スペイザークロス！シュートアウト！
見失っちまった。あんなデカブツを。背後に気をつけろ、コウジ君。突然現れて僕たちを吸い込むかもしれない。また円盤銃だ。進め、追いかけようぜ。耐えてくれ。今攻撃すれば人質全員の命が危険だ。スピンドリル。なんてことだ。東京はこんな破壊から立ち直れるんだろうか。大丈夫、地球は立ち直るさ。クレーン車も見えるし、復興は始まってるよ。コンクリートブロックを粉砕して手伝おう。そうすりゃ道路もすぐ片付くだろう。1秒が勝負だ。指一本触れさせるものか。ひどいな、こりゃ。退避していて正解だった。ドリル！円盤銃が止まった。どうぞ、どうすれば。人質を救出する方法はただ一つ。所長、あの円盤の中の空気はなくなる一方です。今すぐ何とかしないと。ダメだ、危険すぎる。父さん、僕たちには一刻の猶予もない。やるしかないんです。なら浩二君に頼もう。多くの人質を救出するため、あいつの中に乗り込んでくれるか。任せてくださいよ、所長。お兄さん、こちら手のなる方へ。新捜査ピンドリル。新操作。侵入成功。新操作ピンドリル。ブラッキーが暗い顔をしていた。地球征服計画の邪魔になるデュークを排除しなければ俺は格下げを食らう。そんなことは耐えられん。ブラッキー、レーダーが識別不能の機体反応を受信したぞ。我が軍の部隊が攻撃を受けた。二人とも、その船体のシンボルはわかるか。はい、親衛隊の騎士です。破壊部隊でしょう。私が知っている限りではこの部隊の兵は何も恐れず戦う危険な奴らです。ならば奴らに対して戦闘態勢を整える。また会えて嬉しいぞ、ブラッキー隊長。ガンダル司令。ゴーマン隊、わざわざ会いに来たのか。ベガ星本国からベガ大王の命令を伝えに来たのだ。なら何のつもりだ。我々に銃を向ける必要があったのか。部隊を撃墜し船を操縦不能にする必要があったとでも言うのか。
違う。お前の部隊がどんなものか確認するためにやっただけだ。思っていた通り貧弱だな。これじゃグレンダイザーをいつまで経っても倒せまいよ。それがお前の仕事のつもりか。言葉に気をつけろ。この俺がベガ大王の命令を受けてやってきたことを忘れるなよ。だが安心するがいい。俺がお前の代わりに攻撃軍の指揮を取ることになった。お前の命令など受けるものか。ブラッキー、親衛隊はベガ大王の直属部隊だ。今すぐゴーマン大尉に従い、直ちに指揮を引き継ぐ。いいか、お前は従うだけでよいのだ。了解しました。従います。円盤銃を準備させよう。明日攻撃するぞ。邪魔はするなよ。俺は寝る。我々もそれに習おう。よく考えろブラッキー。休め。嫌な予感が当たった。傲慢隊員がデュークを倒してしまったら、ベガ大王は俺を永久に罷免するだろう。そんな屈辱耐えられるか。数日後、白樺牧場では、あれが予知夢だったら、恐ろしい悪魔が僕を倒すためにやってきたとしたら。だが僕が望むのは愛と平和だけだ。空で何を見たんだ。何も見てないよ。学校で渡り鳥のことを学んだんだ。でもここには鳥がいない。おかしいと思わない？確かにこの時期、この土地の上空を群れて飛んでいるはずだ。 UFO が僕たちと同じくらい鳥を怖がらせているのかも。ヒカル姉ちゃんも同じこと言ってた。それ以来小さな雲でもよく見てるんだ。ヒカル姉ちゃんと話した方がいいかも。不安がってるよきっと。不安になるのは当然だな。ヒカルさんと話してみるよ。心配しないで。おい大輔、まだうろうろしてんのか。ダンベイさんに見つかる前に仕方へ戻りやがれ。最近機嫌が悪いんだ。ダンベイさんが納屋から機関銃を出してるのを見たからよ。宇宙人と仲良くなる会だって成長したんじゃ。ベガ星人め、見て俺、わしは武士の末裔じゃぞ。騙されると思うてか。ヒカルさん、何か心配そうだけど大丈夫か。大丈夫よ大輔さん。でも東京で起きたことが頭から離れなくて。心配しないで。楽しい思い出が、あの恐ろしい思い出を忘れさせてくれるよ。大輔さんの気楽さが羨ましいわ。最近気になることが次から次へと出てきて。牧場、ゴロのこと、お父さんと円筒形の UFO とか。円筒形？そうよ、今お父さんが夢中なの。円筒形の UFO の話ばかりしてる。でも UFO って普通は円盤なんでしょ。きっと何か違うものを見たんだわ。お父さんの気がおかしくなっていなければいいけど。おじさんは欠点は確かにあるけど、勘が鋭い人だからな。あの人が銃を撃っているのも何度か見たよ。念のためおじさんと話してみる。いいかい。どうぞ。でもお父さんの考えを煽ったりしないでね。後が大変になるから。大輔よ、 UFO が戻ってきたぞ。しかもでかい。きっと宇宙大統領が乗っとるんじゃ。
何しに来たのか白状させてやるぞい。宇宙大統領、おじさん、何の話ですか。大きな円筒形の宇宙船じゃよ。なんか妙な紋章がついとった。円の中に星のマークがあるんじゃ。親衛隊の紋章だ。ベガ大王が僕を殺すために動員したんだ。そして僕を狙って無数の人々を犠牲にするだろう。コウジ君に警告しなければ。コウジ君、急いで研究所に行こう。絶対バレないようにしてくれよ。僕がいないことを誰にも気づかれないように頼んだぞ。分かったけどよ、一緒に戦ってくれってなんで俺に頼まないんだ。この円盤は特殊だから、僕一人にしかできないことなんだ。大輔さんに何かあったら俺は自分が許せねえよ。俺も手伝わせてくれ。それは危険だ。僕に何かあったらこの星を守れるのはコウジ君しかいない。研究所に行って僕の懸念が正しいか確認しなければいけない。ついてくるなよ。海岸沿いが異常な状態だ。ベガ星人が何か企んでいるに違いない。それが何なのか一緒に考えましょう。林さん、教えてください。ここ数日、研究所の装置で巨大な円筒形の機械が検出されていませんか。キング・オブ・ベガ号のような。自分が知る限りではありませんね。もしかしたらその船がカモフラージュされているかもですね。海岸線近くのレーダーで複数の点が捉えられましたが、特に異常はありませんでした。ただ異常な件数のベガ通信を傍受しています。どれも暗号化されていて、うちのスーパーコンピューターでも解読できません。あの悪魔ども、一体何の話をしているんだ。戦略を変えるとかかもしれません。何の話であろうとベガ星人に先制攻撃をさせるわけにはいきません。今は特に、すぐに父さんに知らせます。レーダーはベガ星軍の飛行履歴で埋まっています。動きを解読しようと試みていますが、よく分かっていません。ですが海岸線に向かって急いでいるように見えます。父さん、ベガ大王が地球を乗っ取るために精鋭たちを配備したらしい。親衛隊が海岸地域に近づいているはず。阻止しなければ。待て、親衛隊と言ったが倒せるのか。地球の期待を裏切るわけにはいかない。せっかくの努力が台無しになる。僕を止めても無駄ですよ。ベガ星人はまるで狼のような奴らだ。油断した時が危ない。この状況で突然親衛隊が現れたのはおかしい。罠に違いない。そこまで危険だと分かっているなら大歓迎ですよ。僕一人で行きます。
死ぬのが分かっているのに仲間を巻き込めませんからね。これがダンベイさんが話していた船か。巨大だな、ダイスケ。内部から破壊するしかないぞ。確かに。グレンダイザー、ゴー！スピンドリル！内部に侵入する方法があるはずだ。あの歯には気をつけろ。スピーザーを真っ二つにするぞ。ここだ。この通気口を使ってみよう。まずい。ヤズラが防御レーザーを作動させた。この船にダメージを与えないとな。地球を破壊する。ちょうどいいターゲットだな。何をすべきか分かっているな。ているってわけか。出撃前に破壊しよう。スピンドリル、スピン操作、ベルトシャワによると、機関破壊直前に装置が射出したようだ。その位置を送信してください。すぐ向かいます。グレンダイザー、パワーアップ。シュートイン、ライザーゴー。
様は忘れ物か、この化け物め。よくもフリード星を、そして僕の家族を。ようやく会えたな。お前は一体誰だ。ベガ大王の新しい処刑人か。俺の名はゴーマン、親衛隊の大尉だ。無能なブラッキーの邪魔さえなければ、俺と貴様はフリード星で会っていただろうな。そして地球も手に入れていた。ゴーマン大尉、何様のつもりだ。貴重な円盤銃の予備を一瞬で壊すつもりか。大王の評価は正しかったようだな、ブラッキー。一度に一機の円盤銃で侵略する情けない戦略しか考えていない。だが今は俺が指揮している。リュークには相応の相手が必要だ。俺が乗る円盤銃がグレンダイザーにとって強敵に映るなら正しかったということだ。このうぬぼれ屋が何を勘違いしている。リュークが決めることだろう。なあデューク・フリード、あのバカが部隊を海岸線へ送り込んでいるのに気づいているか。我々の決闘までそいつらを阻止することを進める。よくも俺の計画をバラしたな。絶対に許さん。お前は臆病者すぎる。だがお前の部下の評価は俺がしてやる。ゴーマン隊員から全部隊へ破壊作戦を開始せよ。何があったんだ。コージ君、来るなと言ったろ。いや、ゴーマンを倒すにはコージ君の協力が必要だ。我々を挑発しているかのごとく通信を開いたままにしている。よく喋るベガ星人に新しい話題をくれてやろうぜ。ショルダーブーメラン、ダイザーパンチ。